白おろさん、白おろさん。ん？なんだい、エルル。これ見てください。うわっ！これは。公開録音の時に販売する予定の秘密兵器なんです。って、これはいいのか？それってどういう意味ですか？いや、いろいろな意味で危険物だろう。そんなことはないですよ。いや、特にエルンガーが持つと。私が持つと何ですか？あ、いや、なんでもない。しかもエルンガーって言いましたね。言ってない。台本にないですよね。あ、書いてある書いてある。リスナーの皆さん、歌われるものラジオですよ。皆様こんばんは。箱浦役の小山力也です。同じくこんばんは、ゆずき、エルル役のゆずき涼香です。はい。もうこのね、この歌声に惑わされてもうヘロヘロでございますが、ね、はい、私たちなちゃんと聞いたことがなかったんですよ。ないです、ないです。実はあの、この完全版、うんうん、マスター版、そう、うん、なんかまだいただけてなくていただけるんですかね、やっぱり。え、買わなきゃダメ？そう、売れるかな。ね、ください。まだなんてデスクトップキャラクターももらってない。そうか、言っていいの。もらってない。そうですよね。CD2 ももらってないです。本当に皆様ご迷惑をかけて、本当に申し訳ございません。本当になんかね、CD はですね、ね。ちょっとしたね、ちょっとした問題があったやつもちゃんと取っといて2枚揃えようという方もいらっしゃるので、そんなことしなくていいんですよ。私たちももらってないんですよね。あのね、ちゃんとね、正しいものが届くようにね、はい、ね、すぐさま手配していただきますので、どうぞお待ちくださいませ。お待ちください、ね、本当にすみません。本当にすみません、はい、ね、ということで、 そこでね、あのフォーク、はい、フォークとスプーンがね、はい、オープニングでちょこっとご紹介したんですけど、はい、しましたね、あの公開録音の時に、うん、販売するだそうですよ。はい、うわ。歌われるものラジオのフォークと、はい、トゥーハート2のスプーンのセットね、これがすごい立派で、立派なね、すごくね、立派なお品なんです、ね、皆さんびっくりしました、ね、私たちも、ね、なかなかこれしっかりと手にね、ずしっと、ね、重みがあって、うん、ね、あのおもちゃっぽくなくて、本当にあのとっても立派なものなので、そうですね、ちゃんとお食事に使っていただけるものなんです。そうですよね。ね、いや僕もでもスプーンがいいなと思って、スプーンに僕の顔も入れてくれて。何？トゥーハート2がいいの？だって僕は一応こっちほらフォークエルルついてるじゃん。うん、だから箱浦さんもこっちにどっか入れてくれたらよかったなと思って。何よそれ。いや、だって私いつもスプーンを持ってたからね。あ、スプーンって言えば、うん、はい、これご紹介していいかしら。ね、はい、あの送ってきてくださった、はい、スプーンを、はい、送ってきてくださった、ありがとうございます。なのでご紹介します、はい、今ここから出しますね。あ、じゃあお手紙を、はい、はい、では私読ませていただきます。はい、いつも楽しくラジオを聞かせていただいております。ありがとうございます。本日はスプーンを2本送らせていただきました、はい、先日開催されました東京国際アニメフェアにて小山さんに私に直接お渡ししようと思っていたのですが、急な用事により参加できなくなりましたので郵送させていただきましたと。お二人一本ずつお持ちいただければということでね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ペンネーム街頭様からいただきました、はい、すいませんね、またお高いでしょうにね、申し訳ありません。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あの、はい、ハート型のスプーンなんです ね、うん、2本同じものを送って、うん、お尻型みたいな。こうやればお尻いや、こうやるとこうね、最近リキちゃん変わりましたね、この後ろ姿をこの膨らみが。そうなんです。あの以前も、街頭さんにフォークとスプーンを、はい、いただきまして、そうでしたね、それがあなたの競技になり私の防御の盾となっているわけですが、皆様に支えていただいてます、はい、誰でものラジオですね、本当に、はい、皆様のおかげで今日も頑張ってまいりますよ、はい、頑張ってまいります、はい、はい、お願いいたします。歌われるものラジオ、この番組は歌われるもの制作委員会コスパの
供でお送りいたします。キャラクターライフスタイルを G ストアから発信。 G ストア各店では噂の12年連続アット G エトフィギュアプレゼントキャンペーンを開催中。さくら小春先生によるイラストをグッドスマイルカンパニーがフィギュア化。詳しい情報は G ストア .com まで。歌われるもの DVD ボックス好評発売中。本編 DVD2 枚のほか、特典ディスクは新作ショートアニメや解説ムービーなど盛りだくさんの豪華3枚組、税込み 18,900 円。買わなきゃダメですよ。歌われるものラジオ。改めましてこんにちは、こんばんは、小山力也です。改めましてこんにちは、こんばんは、ゆずきりおかです。ふつおたコーナーでございます。はい、毎週毎週たくさんのお便り、ね、ありがとうございます。本当にまたね、今週もありがとうございます。ありがとうございます。早速ご紹介いたします。はい、ペンネームマックさんからいただきました。はい、小山さん、ゆずきさん、こんにちは。こんにちは。いつもラジオ楽しく聞かせてもらってます。少し投稿遅れましたが、国際アニメフェアに小山さんのサイン欲しさに行ってきました。あ、どうもすいませんでした。ありがとうございます。もう最高でした。生の小山さん、かっこよすぎです。ゆずきさんが惚れるのも無理はありません。男の自分でも惚れるくらいですから、いただいたサインは一生の宝物にします。それでは、これからもお二人のご活躍を応援しております、だそうです。あ、同じくね、はい、アニメフェアに行かれた方が、あ、ペンネーム、はい、ムックルリンパさんからいただきました。うん、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。あ、公開録音開催おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。え、ありがとう。はい、ね、東京国際アニメフェア2日目に始発で向かい、並んだのですが、大変人気が高かったためか、売り切れによりチケット購入できませんでした。うん、残念、とても残念です。当日マカビンビンな力也さんが伊藤さんや落合さんに追い出してしまわないか、とても心配であり、またとても楽しみだったのに。え、なんかしたんですか。そんなことしていいんですか。次回、あ、後楽は東京ドームでの開催を希望します。え、ニューヨークへ行きたいか、ならぬ箱根へ行きたいかって勢いで、ともあれ無事に後楽が行われることを心からお祈りしてます。はい、頑張ってください。 ありがとうございます。ありがとうございます。22日、あ、22日も、はい、あ、チケットが取れなかったので、22日は、自宅でマカビンビンを飲んで雰囲気だけでも味わいたいと思います。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。アニメフェアに行かれたっていう方からね、はい、あの、何人もメールをいただいてまして。あ、本当、うん、あ、本当、僕それ読んでないよ。いや、先にあなたがね、チェックなさったから。いかがでしたか。私、あ、もう本当にね、あの、たくさんの方がまた来てくださいましてね、はい、本当にもう僕汗が、汗かきだからね、かきながら汗がボトボトね、色紙に落ちてしまって、ほいで申し訳ありませんと言って拭いたりね、なんだしながらで、失敗したやつはね、これすいません、もう一回書き直しますとか言いながらね、したんですけどね、もう本当にもういつにも増してね、もう汗がだらだらと流れましてね、はい、あれ、握手もなさったんですよね。はい、まあ握手ぐらいはね、うん、はい、ね、出ないとね、なんか、すごい大人気だったって聞きましたよ。いえいえ、そんなね、ゆずちゃんには叶いませんが、女性の方もいたって。まあ少しいらっしゃいましたけどね。うっそ。ほんとほんと、私この間ちょっと話聞いたら、いや、男性ばっかりでしたよって。うん、ほとんど男の方でしたけどね、なんかね、みんなね、全員始発から来たとかね。私に気を使ってくれたんですか。いえいえ、いや、始発でね、本当に来てくださったとかね、ねえ、その高6のチケットのためにね、なんか始発だと間に合わないから朝4時から歩いてきたとかね、なんかおっしゃった方とかがいらしてね、もう本当にもう皆さんね、大変なもう労力と時間を費やしてね、ね、すごいですね、ね、このアニメ部屋も来ていただいたしね、私も行きたかったな。なんかお仕事があって大変だったんですよね。そうじゃなかったですか。すごい休みでした、そんなの。行きたかったんですけど、うん、少々の事情で。来てくれればよかったんで、行きたかったんです。前も確かラジオで私行く行くって言ったんですけど、うん、はいはい、ごめんなさい、あの、遊んでました。あ、遊んでました。そんなもんですよ、皆さん。ね、そうなもんですよ、ね、いやいや、ちょっとだってね、まあ、だからほら、メールしたじゃないですか、当日。あ、そうですよね。ね、うん、なんか、これから、チューですって、あの、チューっていうのは、あの、ネズミのね、ネズミの絵文字を、マークを、あのね、
メールしてくれたんですけど、一体これは何だ、みんなご飯食べに行くの、ネズミって何ですかっていう返信が返ってきてごめんなさい、本当、いやいや迷ったんですけど、迷ったけど、ね、迷ったけどディズニーランドを取ったというね、そういうエルガーでございます。皆様、皆様、休みはめったにないし、ね、っていうかほらスケジュールは空いてたわけですから、私が公式で呼ばれてもよかったわけじゃないですか。休みはめったにないから ね、うん、だってリキちゃんは呼ばれてんのにユズちゃんは呼ばれないのはなんでか、温泉、なんか仕事が、なんか仕事で入ってたんじゃないの、もともとね、なんか違いますか、うん、嫌われてる、ね、いや嫌われてるというか別にそうじゃなくて結構でございました、ね、楽しかったですそうですアニメフェアも楽しかったですよ、ね、ちなみにあのお酒飲める方と飲めない方とどっちだったんですか、ランドか、ランドの方です、ランドですからね、はい、うん、まあ出てからまだね、いろいろ、ね、でも日曜日だったので、はい、人が多くて、はい、あの並ぶ気力がなかったので、うん、空いてるアトラクションに、はい、乗ったのでも夜は空いてるところしか行かなかったんですけどね、別にいいんですよ、今度 C に空いててもなんでもね、行きません、もう行こうよ、行かない、行こうよ、いい、行きません、じゃあつよしさんって言っちゃうぞ、行ってください、どうぞ、本当、はいはい、じゃあ電話しよう、つよしさん、はい、もう電話でも何でもしてください、もうりきちゃんが怒った、私もじゃあ一つ読ませていただきますね、はい、はい、ペンネームマオサンキュー様からいただきました、はい、ありがとうございます、はい、ゆずきさん、小山さん、ルー星マーク、ルー、これはルーっていうの、ルールーコ、あ、すいませんルーコというね、トゥーハート2内に登場する全宇宙共通の挨拶だそうで、はい、覚えておくと便利ですよ、ありがとうございます、ありがとうございます、今月はいよいよ公開録音ですね、はい、原作がアクアプラス同士だからこそできるこの快挙、うん、ね、うん、アクアプラスいろいろね、本当に皆様にご迷惑をおかけして申し訳ございません、はい、で、今から楽しみでなりません、ありがとうございます、ありがとうございます、ラジオトゥーハート2といえばやはりあなたへトゥーハート2のコーナーでしょう、はあ、どういうコーナーかというと、長くなるので詳しく長くなるので聞けと、詳しくは温泉のホームページをご覧ください、はい、まあ要はリスナーからセリフを募集して、はい、それに胸がキュンときたらメロメロであります、来なかったらアイアンクローという評価を下すというコーナーなんだそうですよ、メロメロであります、あ、メロメロであります、メロメロであります、ね、あ、リキちゃんメロメロ、エルンガーもね、たまには化けるというわけで、何でもありますメロメロであります、はい、アイアンクローはちなみにありますか、アイアンクロー、あ、アイアンクローも可愛いね、でもね、はい、アイアンクローという、うん、ね、うん、アイアンクローってこう、はい、ね、ここをガバッとわしづかみにする昔のね、技がありましたけどね、あ、それがアイアンクローなんですか、うんうん、そうなんですよ、そこで、なるほど、はい、力也さんにまたそういうコーナーに参加してくださいということでね、あとは走ろう、え、あ、降録で、はい、降録でね、降録の時にそういうことをねしてくださいということなんですよ、力ちゃんに、はい、うんと、メロメロんになるようなセリフを、うん、それをね、いや、なんか言って判断していただこうという、ああ、はいはい、やりましょうよ、いやいやね、やりましょうよ、なるほどね、こういうのがあるということでね、じゃあこれやらせましょうね、はい、日高さん、どうなんですかね、うん、台本に入れましょうね、はい、それ、いやいや、だってほら私がこのさ歌ラジでさいろいろなんか言ってって言っても絶対やってくれないじゃん、ええじゃないさ、いやいやそんなことないですよ、何でも、うっそ、やりましたよね、好きって言って、え、ね、好きって言って、それはまあのあれで番組内でやりましたからね、あのアニメの中でね、アニメの中で、アニメとかアニメとかゲームの中でやりましたからね、え、じゃあちょっと待って、うん、ね、リハーサルしようよ、もう一つじゃあ読ませていただきます、ゆずちゃんをメロメロにさせてよもう一つじゃあ読ませていただきますね、ソロモンの、はい、エースパイロット様からいただきました、はい、はい、小山さん、ゆずね、こんにちは、こんばんは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい、おはようございます、おやすみなさい、毎週楽しく聞かせていただいております、ありがとうございます、はい、4月1日に行われたあるイベントでゆずねえの実物を拝見させていただきました、ゆずねえの実物とにかくすっごい綺麗な方だとその感想を伝えるべくメールをした次第です、うん、そうだったんですね、お召し物の白いワンピースもとてもよくお似合いでした、ウィーの操作に、ウィーっていうのは何ですか、あのゲームを機、ああ知ってます、白い、白いテレビ画面に向かって、あの
入れる。あ、聞いたこと。あ、素振りとかやれちゃう。テニスとか、ね、はいはい、剣とかなるやつですね。そのゲーム機、ね、あ、はい、それをやったのね。はい、あ、その Wii の操作に戸惑っているのも可愛らしかったですよ。うん。機会がありましたらもう一度お会いしたいものですが、大阪に住んでいますので、そんなに頻繁に東京には行けません、うん、そういえば4月28日にスワラちゃんのライブが大阪でありますね。あります。お二人で盛り上げに来るというのはどうですか。いいです ね、ライブは土曜ですし、その後有馬温泉へ行くとかで、そんなことを勝手に期待しています、うんうん、これからの放送も楽しみにしています。ではでは、ということで、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、あ、スワラちゃんのライブもね、じゃあ、え、大阪行きます、ね、え、ね、スケジュール開けましょうよ。いや、そんな。じゃあ行きましょうよ。でも、あ、そっか。22日に我々のね、はい、ね、登録をさせていただいて、それにね、スワラさんもね、司会していただいて、28にあるんですね。はい、なるほど。ちょ、これ、よくないです?ん?ん?何が?スワラちゃんのライブ。ああ、ね、聞きたいけどね。うん。またあなた歌えばいいのに。うん、うん、ね。もう出ないよ、多分。本当?うん。なんで出たらまたみんな盛り上がるよ。逆に紛れているかもしれないけど、うんうん、ね、僕ら客に紛れてたんですよねこの前ね。うん、そうですか。はい、ね、はい、大阪で、うん、大阪で、うん、ね、おざやもまた太鼓を叩くわけだ太鼓ね、そうです ね、はい、おざやの顔が、ね、目に浮かびますが1日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。大阪からいらしてくださったんですね、うん、そうですね、うん、結構たくさんいろんなイベントをやってらして、はい、え、何にもやってないですよ、ね、またまた、そうですか。え、全然全然。本当だってこのイベントも1日は、他のアニメーションの作品のイベントだったんですけど、はいはい、全然喋ってないですし、私、あの、他にメインの方が、いらしたので。いやいや、私はなんかもうサブキャラって感じで、もうゆずちゃんがメインですよね。端っこの方で、いや、皆さんにとってはもうしてただけなので。でも可愛らしくてとても良かったとね、書いてくださいました。いえいえ、ね、いや、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、我々も頑張らないといけませんね。頑張らないとどうしましょう、ね、なんかね、本当にとんでもないことになっておりましてね、皆様ね、どうぞなるべくもうね、はい、高額のお金を使わないようにしていただいてね、本当にね、そうなんです、うん、そうですよ、皆さんね、はい、本当にそんなたくさんの方にね、来ていただけるのはね、本当嬉しいので ね、なんとか喜んで帰っていただけるようにね、うん、なんかどうせだったらなんかもっとでっかいとこでやればよかったです東京ドームとか。いやいやいや、それはあまりにも極端ですからね、うん、もう僕はリファ有明で十分でっかいとこだと思ってるんですが、いや、高録、うん、ラジオの登録としてはちょっと異例の大きさなんですね、うん、でも私たちまるでこうほら経験がないし、うん、今現在これを収録してる光景もすっごい寂しいですよね。何が？え、だってもうこのスタジオが入ってる建物のこのフロアに、うん、はい、だってりきちゃんとゆずちゃんと日高さんと3人ぽっちしかいないんですよ。そうなんですよねこんな小さな部屋にやってることが、ね、なのに、うん、たくさんの方に聞いていただいて、うん、ね、でもまあね、みんながね、他の方が歌を歌ってくださったりね、いろいろね、そうですね、うん、はい、いろいろ盛り上げてくださるからね、うん、僕らは隅の方で隅の方でイチャイチャしてますよね。いやいやいや、ね、一生懸命やらせていただきますのでねはい、どうぞね、楽しみにして楽しみにしててください、いただきたいと思います。はい、はい、あ、はい、読む、はい、読む、あ、何を、ちゃんと締めよう。あ、そうですね、すみません、はい本当に申し訳ございません、ね、このコーナーでは皆様からのメールを募集しております。私たちへの疑問、質問、番組の感想などは何でも良いので、どんどん送ってきてくださいね。はい、以上、ふつおたのコーナーでした。歌われるもの DVD ボックス好評発売中。本編 DVD2 枚のほか、特典ディスクは新作ショートアニメや解説ムービーなど盛りだくさんの豪華3枚組、税込み 18,900 円、買わなきゃダメですよ。キャラクターライフスタイルを G ストアから発信。 G ストア各店では噂の12年連続アット G エトフィギュアプレゼントキャンペーンを開催中。さくら小春先生によるイラストをグッドスマイルカンパニーがフィギュア化。詳しい情報は G ストア .com まで。歌われるものラジオ、歌われるものの続編を考えよう。このコーナーは歌われるものの続編をみんなで考えてみようというコーナーです。はい、
意外にもというか、はい、すごいたくさんのね、ものすごいね、もうメールをいただきました。いただいて読むのがすごく、はい、大変でしたよ、ね、なんかすごい対策もあったり本当にね、もうね、これはあったりして、はい、はい、そうなんです。じゃあご紹介をしていきましょうかね。はい、はいはい、ね、はい、もうプロの方にね、皆さんこれスナイパーになんか本当見せたい感じですもんね。そう、本当ね、ちょっと紹介させていただきたいような。ラジオで紹介できなかった分も、うん、全部こう赤プラスとかにこう送りつけましょうね。送りつけてね、うん、スナイパーに全部読んでください、ね、そうですよ ね、それぐらいね、本当にね、もう見事にね、もう対策をね、たくさんいただきましてね、もうたくさんあったので、はいはい、ご紹介できるのは一部なのですが、ね、はい、そうなんですよね、はい、じゃあとりあえず私一つ、はい、させていただきます、はい、はい、ペンネームシュルシュルバーン様からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、タイトル疑われるもの、うん、えというタイトルだそうですよ。舞台設定は最初西部劇にしようと思ったけど難しかったので日本の江戸時代くらい、あ、うん、時代劇に、はい、ね、はい、時代劇でございます。はい、はい、あらすじ、疑われるものの世界では白愚が鬼の面をつけていても単なる仮面で変わり者扱いですが疑われるものではなんと、はい、無実の罪を着せられて真犯人を知っているエルルーと逃亡生活を送るという逃亡者バージョンでございますね。なんかそんなサスペンスっぽい感じに、うん、ね、はい、はい、ストーリー、黒の仮面の男に追われるエルルー、うん、そこに偶然通りかかった白いお面の白愚はエルルーを助けるが、うん、その黒い鬼面の男、実は D に深手を負わされ気を失ってしまう、うん、そこに現れるおかっぴきのおぼろと旗本の黒おかっぴき、はい、旗本の黒ね、うん、白愚はこの国では忌み嫌われている鬼の面をつけているため、気がついた時にはろくな戦技もされずにベナウィ奉行によって問答無用で死刑を宣告されるのであった、うん、その時何者かが煙幕を起こし、そのどさくさで白愚は逃げ寄せるエルルーはクス氏であり、あばら屋で白愚が拷問で受けた傷を癒しながら身の上話を始める。その話によるとエルルーは人を癒す薬の調合もできるが、死刑目前の白愚を助けた時のように火薬の調合もできるため、うん、鬼の面の男 D に付け狙われているらしい、うん、そして白愚が即刻死罪を申し付けられたのはその D と姿がそっくりだったためらしい、うんうん、D の正体はお江戸八百夜町を恐怖のどん底に陥れている暗黒組織のボスらしいすなわち濡れ衣であったということでですね、延々ともうね、このストーリーが続くんでございますが、まだまだ続くね、まだまだ続きます。もう読み切れないくらいもうね、はい、続きます、はい、ものすごいんですがね、というね、時代劇逃亡者バージョンをね送っていただきました。時代劇版ね、はい、あ、え、じゃあ、はい、ちょんまげだったりするんですかね私ちょんまげですね、ちょんまげだったりするのかな。ちょんまげでなくてもね、あのバサバサっとしてるね方もいらっしゃいますから、白愚は多分侍じゃないと思うので、うん、他のね、はい、ベナウィーや何とかみんなちょんまげでしょうね、はい、ね、お奉行様だからね、はい、うん、はい、あとね、ちょっとだけいいですか、はい、この方がですね、私が、はい、第38回の配信で私が申しましたウルトラセブン前後編の最終回、僕史上最大の復讐って言いましたかね、正しくは、史上最大の侵略前後編ですね、ということでねそれもちゃんとねチェックしていただきましてありがとうございます。白愚セブンということで、はい、そのウルトラセブンの最終回のね、ね、諸星団とアンヌ隊員の会話をね、皆さんこれはねもう知る人ぞ知る名作なんでございますが、そこのところをね、ミキさんの顔が変わりました。いえいえ、ちゃんとね、白愚バージョンにね、またセリフをね、うん、書き起こしてくださいまして、ね、エルル、僕はね人間じゃないんだよ、オンカミヤム界から来たウィツラネミティアなんだ、びっくりしただろう、うん、エルルは、うん、人間であろうとウツセミであろうと白愚さんは白愚さんに変わりないじゃないですか、うん、ありがとうエルル、僕はオンカミヤム界に帰らなければならないんだ、西の空に明けの明星が輝く頃、一つの光がオンカミヤム界へ飛んでいく、それが僕なんだよ、さよならエルル、この世界がピンチなんだよ、ジュワということでですね、そういうセリフで帰っちゃうんですか、ね、帰っちゃうんですか。そうですよ、うん、もうね、あの怪獣と連続戦って疲れ果ててボロボロなわけです。これで仲間がね、お前もういいから帰れ、十分地球に尽くしたから帰れと言いに来るんですよね、うん、それで、うん、もう瀕死の状態で戦って戦って最後はなんとか帰っていくんですけどね、
ぜひまた DVD でご覧くださいっていうよそ様の宣伝をしてしまいましたが、うん、ね、それも書いてくださいましてね、私ね、もう私の世代としてはね、もう本当に感激いたしました。ありがとうございました。丁寧にね、ありがとうございます。しるしるバーン様、はい、すいません長くなりました。はい、はい、じゃあ私、はい、短いのを、あ、お願いいたします。短いのをご紹介しますね。はい、ペンネーム紫エンテ、うん、ちょっと読み方がわからないんですが、はい、歌われるものの続きを考えようわて、はい、はい、早速仮決定版をお送りします。お、仮決定版、うん、予告、あ、予告の、うん、ん、文章、予告編の文章、あ、なるほど。オンカミウィッツァルネミテアの封印から数年、白オロオの願い通りトゥスクルは平和な時に包まれていた、うん、ある日城下の町を一人お忍びで散策していたオボロは大通りの人混みの中で亡きユズハに似た少女を目にする、うん、オボロはその少女を追いかけようとするが、うん、人の壁に阻まれ見失ってしまう。そしてその夜トゥスクルを襲う大地震、しかしそれは天災ではなく全ての始まりに過ぎなかった。うごめく影、新たなる脅威、運命に翻弄されながらもその運命に立ち向かう人々、そして歌われるものの続編制作がついに仮決定、うん、主役はなんと、うん、かっこ一応オボロ、うん、オボロ、おキリンさんも驚きな展開かっこ笑い、キリンさんの、打席順は多分一番ですよ。一番、おキリンさん、キリンさんから ね、 キリンさんね、そうですよね。ゆずきさん、小山さん、ご安心を、はい、ちゃんと皆さんを出演させる策はできております。あ、はい、また改訂版をお送りできたらなと思っています、うん、期待せずにお待ちくださいませ。おー、へー、これオボロ主役、これないでしょ。え、いやでもね、いいかもしれない、オボロにね託していったわけですからね。あ、でもユズハの子供が主役になったよ、うん、どんな子供なんだろうね。エルレートの子供は女の子かな、男の子かな、ちょっと待ってくださいね。はい、この方の、はい、作品もねご紹介しますね、はい、別の方ですか。そうです、はいはい、ペンネームカズトさんからいただきました、はい、続編サブタイトル、はい、白オロの血族、血族、うん、はい、白オロの腹違いの子供たち白オロの腹違いの子供たちで結成された最強軍団の快進撃、はい、おー、白オロとエルルの子供であるクスシオを筆頭に、うん、白オロとエルルにも子供がいるんですね。あ、よしかな、なんでよちゃんとして作ろうよ。白オロとエルルの子供であるクスシを筆頭に、はい、ユズハとの子供はもちろん、うん、ウルトやカミュ、うん、彼らにトーカ、さらにはクーヤとサクヤ、そんないっぱいいるの、果てはアルルーにまで手を出した総勢9名以上になる子供たち、着手の座をめぐってお互い反目しながらも父親譲りの潜在能力でもって敵の 軍勢をバッタバッタと切り倒していくお話。お、あ、いいねそれ、これあのでもなんか面白そう、ね、面白そうだね。これはちょっと面白い、お互いに反目し合いながらもあるんですか ね、 ね、そう、あ、ね、これ面白いですよね。あ、なんか犬神家の一族のようでもありますがちょっと怖いですね。これどうかな、ね、いいね、うん、なんかほら、あ、これちょっと彼らも当たるかもってすごいな、へ、みんなの子供9名以上ですよ、ね、本当に話できますよねこれね、うん。でもアルルはね、エルルとアルルの子供それはそういうことを言わないで、ね、まあ、そこがあなたのね、そのあなたのお口から出るところが魅力でもあるんですが、まあ、ユズハはね、もうほらユズハはほらもう本ちゃんのねお話で、あ、ゲームで、ね、子供がもうね、できてるでしょ、作っちゃってるでしょ、ゲームでね、うん、スナイパーがそういうお話にしたじゃないか、うん、でもアニメではね、あの、ああいう展開になってしまったから、はい、うん、ね、そうですね、ユズハの僕の愛は実らなかったんですね。ん、僕の愛、ユズハと僕の愛は実らなかったというわけで、ね、実らなくていいじゃんエルルとハコロとエルルの愛の物語だったじゃないのさ、テレビシリーズは。え、そうでしたか。そうじゃないのよ。え、そんなことなんかゲームと同じようだったと思いますけど、ね、え、うん、いっぱい置いたしたかったの。え、いやいや、これはいっぱいだから置いたじゃなくて、そういうね、あの、あ、置いた
じゃなくてみんな真剣に、はい、真剣に真剣にみんなするんだよね。付き合った結果、付き合った結果、うん、子供が急に以上素晴らしい。なんかハクロル血族一押しで、わかりました。これリキちゃん超お気に入りです。ありがとうございました、カズト様。あ、びっくりしたはい、え、それは、ペンネームですよ。あ、びっくりした。カズト、カズトですよ。ああ、そうですね。今、カズサって言ったから、なんかびっくりしたんですが。はい、カズサ、うん、何、うん、どこから出てきたの、その女が。今、そう言ったよね。え、ごめんなさい、カズトさんです、うん。はい、はい、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。他にも本当にね、見事にね、もう、はい、ね、読んだら、おーおーおおというね、素晴らしいのをたくさん送っていただいてね。すごいですよね。なんか、すごい対策、長編とかもあったりして。はい、ね、うん、あのちょっとご紹介しきれないのもたくさん本当に、ね、うん、あるんですけどね、こそこそっとね、あのなんかね、簡単なね、こんなのだったらいいなと思いますというのかと思ったんですけどね、本当にこれもう何時間もかけて考えていただいたらね、本当すごい、うん、これ全部スナイパーに見せますから ね、 ね、本当ですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、私ももう一個だけ、はい、お願いします、ご紹介します、はい、ペンネームジェットユキリさんからいただきました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、小山さん、ゆずきさん、こんばんは、いつも楽しく拝聴させていただいております。歌われるものの続編を考えようということで、はい、ゆず葉の子供が主役のストーリーを考えました、うん、自分でも傑作の予感がします、うん、ぜひ使ってください、うん、お話です。白愚がいなくなって十数年が経った、うん、かつて戦乱の続いたこの世界もベナウィーやウルトリーたちの努力によって一応の安定を取り戻し、束の間の平和が訪れていた。ユズハの息子だそうです。ユズハの息子、名前は仮に、K、 アルファベットの K ですね、はい、K か仮に K とします。ユズハの息子 K も叔父オボロの影響も受けてたくましく熱い少年に成長し、トゥスクル国内に作られた学校で仲間たちと楽しい学校生活を送っていた、うん、そんなある日、Kは見知らぬ女性が学校の裏山の廃墟へ向かうのを見つけ、後を追いかける、うん、廃墟の中でその女性が化け物に襲われるのを見たKは女性を助けようと飛び込み瀕死の重傷を負う、うん、そんなKに女性は新しい命になるものを与える、それこそが人の闘争本能によって作動する戦う力、その名も、うん、無双錬金新たな命と戦う力を得た K は、うん、エルンガースカートの無双錬金を操るその女性と共に、うん、戦いの世界に身を投じるのだった。あ、なるほどね。キャスト、ユズハの息子 K、うん、福山ピースエルンガースカートの女性ゆずきりょうか。PS、ハクオルさんもストーリーの中盤で最強の敵として出てくるらしいですよ。あ、なるほどね。じゃあ僕はお父さんで、これ親子で対決するのかな。らしいです。ねえ。はっ！ねえ。はっ！ちょっとこれ、待って、私さっき、はい、いや、これ武装錬金のめっちゃパクリと思って、はい、笑って、ちょっと面白いなと思ったから読んだんですけど、うんうん、そっか、考えたらそうですね。何？え？だからハクオルさんの子供でしょ？うん。ハクオルさんの子供だよね、うん、このユズハの息子 K は。うん、そうですよね。で、うん、ハクオルさんがストーリー中盤で最強の敵として出てくる、うんうんうん、はっ。じゃあ親子で対決するんだよね。深い。ただのパクリじゃないこれすごい、ね、すごい、ジェットユキリさん、うん、すごい。へえ、親子の対決だよ、うん、はい、ほら、いいな、それもね。役者はちゃんと指定で、うん、福山かっこピーって書いてありますけど、うん、あ、本当。福山くん直接対決どうですか。ねえ、うん、はい、いいですよ、うん、あ、ね、そうなんだ。いいよ、それね、うん、あー、無双錬金だそうです、あーね、エルンガースカート、なるほど、エルンガースカートって何ですか。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。ねえ、素晴らしいの、ね、本当にたくさん送っていただきました。そうなんです、あの、ね、なんか面白い番外編っぽいお話もあれば、うん、本当にこう、プリントアウトすると何枚にもなるような招待作を送ってくださった方もいたりして、ね、うん、もう見方や考え方様々ですので、うんうん、皆さんお好きに、ね、ありがとうございます、はい、うん、どんどん送ってください、ね、またね、送ってくださいますか、ぜひね、スナイパーとかね、これ
これ絶対スナイパーに、ね、見せますよ、ちゃんと。皆さんに、ね、はい、うん。お送りして、参考にしていただきますので。はい、ね、ほんとこれ。しっかりやれよと。作品化したらほんとすごいですよ。ねえ、ね、うん。はい。素晴らしい。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、まだ募集ね。はい、まだまだしてます。ね、はい、このコーナーでは、ね、あ、いいですか、はい、どうぞ。このコーナーでは皆様から歌われるものの続編を考えていただくコーナーです。そうです、はい、コーナーです、はい、ね、ね、いろんな登場のキャラクターとかね、はい、時代背景とか設定とかね、いろいろあなた方が思う、ね、心に思い浮かべてくださいね、はい、新しい歌われるものをね、想像力を膨らませて、はい、お願いいたします。はい、以上、歌われるものの続編を考えようのコーナーでした。歌われるものラジオインフォメーション。イベントのお知らせです。はい。歌われるものラジオ、ラジオトゥーハート2合同イベント、はい、ん、あ、リスナーの皆さん、公開録音でメロメロでやります。ということでございまして、ちょっとレロったかな、え、そうなの、メロメロであります、メロメロであります、難しい、はい。ということで、はい、ね、もうすぐですよ、ね、もうすぐですね、はい、4月22日、はい、日曜日、はい、はい、場所はリファ有明、はい、なんかもともとプロレス、プロレスをやる場所みたいですよ。そうですね、します、うん、え、誰としようかな、なんでそうくるそうくると思わんない、りっちゃん変わったね。あのね、本当にね、たくさんの方にね、もうチケットをね、そうです ね、ある意味プロレスですけどね、労力をね、はい、あのしていただきまして、そうなんです、チケットを、ね、費やしていただきまして、はい、はい、完売いたしました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、あのチケットをお持ちでない方でも、物販だけは参加できますので、なんかね、グッズがね、いろいろ出るので、はいはい、ぜひ遊びに来てくださいね、はい、はい、それじゃあそのグッズのね、ご紹介をさせていただきますが、はい、はい、まずは合同イベントパンフレットね、欲しいかこれ。いらない、だってパンフレットって、うん、はい、パンフレットでご案内するようなもの、私たちだっていや、まあ、これどうなの、ね、いや、歌のね、こともあるじゃないですか、皆さんのね、ね、ああ、うん、ね、いきなりそう言っちゃう身も蓋もありませんか。だって、はい、でもなんかちょっとね、あ、そうです、対談が入ってます、ゆりしーちゃんとでしょ、うんうん、そう、ゆりかさんと、はい、ゆりかさんですよね、ですよね。人様のお名前、うん、ああ、つよしさんとすわらちゃんの対談とか、うんうんうん、あ、本当、私誰とも対談してないよ。いや、ゆずちゃんはまたね、ちゃんとね、本番で対談しますよ。え、うん、本番でりきちゃんとしたい、うん、カットです。ね、僕は静香ちゃんと対談したいな。もうしようよ、ね、ゆずちゃんとしようよ、ね、ゆりしーさんともさせていただきましたけど、ね、ゆずちゃんとしようよ、させていただきました。ちょっとまずですね、対談を、ちゃん変わって、対談をさせていただきました、はい、ね、対談をね、はい、はい、ね、その模様もね、落合さんとさせていただいたのもね、パンフレットにね、はい、そう、2人で撮った写真も出てますからね、ぜひ、うん、ね、お目汚しになりますが、逃げたのね、リキちゃんでね、いや、はい、落合さんと一緒は逃げないよ、私と2人で撮った時逃げたじゃんよ、逃げないです、そんなことないです、もういいです、ね、はい、はい、そんなね、パンフレットがあるらしいですよ、はい、そして剛さんの、うん、小山剛さんの生まれたてのヒゲ独身 T シャツ、おう、ね、なんか作るんですって、ね、これは剛さんの直筆の、うん、ね、何が、あの、リキちゃんの箱根 T シャツみたいな感じで何かを書いたらしいんですよね、はい、あ、なるほど、つゆさんが、うんうん、なんかデザインとかも ね、ご自分でなさったみたいで、へ、はい、ね、またそういうのが出ますのでね、なんかとても多分レアアイテムになると思いますので、これゲットしてみてください。はい、はい、そして、冒頭でもご紹介させていただきました、はい、歌われるものとトゥーハート2のフォークとスプーンのセットでございます、はいはい、これ私おすすめ商品です、ね、これは本当にね、実用性がありますしね、はい、さっきね、これね、もらおうと思ったら見本だからダメだって言われて、うん、なかなかね、あの、催促しないとこの頃もらえないからね、もらえない、言わないとね、デスクトップキャラクターズとか持ってないしね、私たちね、持ってないしね、その他、その他、はい、トゥーハート2、はい、アナザーデイズの書き下ろしテレホンカード&スティックポスターセット、あ、なるほど、これ歌われないんだ、歌われないですね、うん、そうか、うん、
でもみんな、まあ、買ってやって。あ、ね。で、ぜひ、あのね。いえ、買ってくださいね。お二人のために。はい。お二人のために。すいません、買ってきてください。そして、はい、歌われるもの、声優サイン入りクッション。ほう。これどうなんですかね。おそらく、はい。りきちゃんと、ゆずちゃんの、サイン入りのクッションだと思うんですけど。そうなんですかね。一体どんな商品なのか私たちも知らないんですけど。はい。はい、なんかこの間紙を渡されて、ね、そうですね、それになんか印刷するんでサイン書いてください、うん、ね、直筆じゃないんですけどね、じゃあね、そういう、印刷されたクッション、はい、クッション、はい、どんなクッションなんでしょう ね、もらいましょうね、ちゃんとね。あ、次これ、はい、私が一番欲しいものです。はい、歌われるもの、うん、モロロまんじゅう。おー、とうとうモロロね、これ食べてみたくなる。ねえ、焼きモロロとかいろいろありましたもんね。これモロロまんじゅうか。モロロまんじゅう、これ何も、あの原料、原材料はねえ、ねえ、モロロ、あれ、さつまいもかな、なんだろう、何をベースにして作ったんだろう、モロロ。興味ありますね。早く食べたいわ。はい、ね、そういうね、そうなんです、そのそういうものがね、あの物販でね、はい、はい、この他にもまだまだたくさん歌われの新しい、うん、あのタクティクス T シャツとか、あのゲームが、ね、あ、このチビキャラみたいなやつね。そうそう、うん、あのそうそうそう、うん、戦闘したりしてるところの、はいはい、そういう柄がプリントされた T シャツとかもあるんですって、うん、これ素敵ですね。はい、ここにあの見本があるんです、はいはい、そうなんです。まだまだ商品いろいろありますので、はい、ぜひ皆さん、あのチケットを持ってイベントに参加できない方も、うん、ぜひあの遊びに来てみてください、ね、はい、私たちウロウロしてるかもしれません。リキちゃんはウロウロしないと思うけど、私ありま、ありますよ。ウロウロしたいな。本当？うん、ちょ、一緒に手つないで歩こうよ、じゃあ。いや、あの静香ちゃんと。落合さんとね。ちょっと。3人で。嘘。両手に鼻で。あ、そう。いやいや。もう歌われには出るな。いやいや。あ、出る、あ、そっか。向こうのラジオへ行け。いいもん。はい。はい。そしてですね、イベント。特別ラジオということでございまして、はい、なんと4月16日よりもうすぐです、ね、もうすぐですよ、はい、イベント特別ラジオ配信決定でございます。パーソナリティはあの小山剛とスワラちゃん、はい、ね、大丈夫、今度司会をしてくださるお二人が、はい、ね、イベントの販売商品やイベントの見どころなど、見どころ見どころ、見どころ自分たちでしょ、ね、これ、この剛さんとスワラちゃんの見どころです、うん、ね、はい、を事前にお伝えする番組でございます。はい、詳しくはですね、合同イベント特設ページまでね、検索をしてみてください、はい、ね、温泉のトップページ、はい、温泉のね、トップページからもね、そのページに行けるそうですから。私見ました、見ました。あ、本当、このイベントのためのページを見たら、うん、リキちゃんの写真が変わってた。本当、うん、昔のあどけない表情の写真、あどけなくないけどね、もう写真から、なんか、あれはもう10年前ですからね。でもヒゲのある時の写真、あ、はいはい、ね、ちょっと別のところでね、あの撮っていただいたのをね、使わせていただいてもいいですかってうちの人間が言ったらしいんですけどね、うん、あ、だから本当ね、いつもね、汚い髪の毛ボソボソで汚い写真ばっかりなんでね、あの古い写真もね、あの、はい、別のお芝居のその紛争の写真なんですよ、うん、で衣装もね、その紛争のね、はい、汚いあのジャケットを着たりねしててね、ね、うん、そうだったね、はい、そういうものの使い回ししか私写真ないの。あ、じゃあ今度撮りましょうよ。え、私撮ります。いや、もう前撮りましたからもういいですけど、リキちゃんの写真撮りますよ。いいです、いいです。私ね、最近ちょっと一眼レフデジタルカメラをあのちょっと買ったの。はい、買ったというか、はい、そうなんです。本当あるので。あ、もらったの。撮りましょうか。誰かにもらったの。それは内緒。もらったんだ、いいな。いいですね、女性はね、いろいろもらえて。ということでございましてですね、はい、盛りだくさんのイベントにしなくっちゃ、はい、そうですよね。本当にね、一生懸命ね、もうチケットね、あの手に入れてくださった方にね、はい、本当にね、喜んでいただくようにね、一生懸命頑張りますので、頑張りますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、お待ちしております、はい、そしてイベント関係の他にもですね、はい、まだお知らせがありますよ、はい、この歌われるものラジオのラジオ CD が、はい、うん、ボリューム3、うん、第3巻がそのうち出ます、はい、来月とか、それを知ります。まだ発売日とかわからないんですけど、だって2だってまだ2だって吸ったもんとしてまだちゃんと出てないのに、本当に私たちも持ってないのに、先の宣伝ばっかりして本当に申し訳ございません。申し訳ございません。でもそのうち出ます。そのうち出るらしいです、はい、ね、そしてお約束の特別版のラジオには、はい、のゲストがもうすでに決まっております、うん、
あの人と、あの人が、お二人、わ決まってるんですね。もう本当に華やかな。皆さん、お待ちかねの、もうぜひゲストに呼んでくださいってメールをたくさんいただいてた、お二方のスケジュールを、やっと抑えました。おお、素晴らしい。ね。はい。まだ収録してないんですけど。そうですね。楽しみだな。はい、久しぶりにお会いしますよね。はい。ね。よろしくお願いします。お願いします。2巻もそのうち正式に発売になって、ね。2巻はね、特別版も男臭かったですからね。グイグイグイってね。そうですね。うん。3巻はね、特別版が華やかに。華やかに。ね。ね。けれどいいです。さあ、ね、どなたでしょうか、ね。春の風に誘われて、華やかにね。は、リキちゃんの顔が変わりましたよ。素敵なゲストがいらっしゃいます、ね。はい、いらっしゃいますね。皆さん楽しみにしていてください。はい、楽しみにお待ちくださいませ。はい、ドラマ CD、ドラマ CD の、はい、また、最新版、新しいのが出ますよ。はい。先駆け、歌われ学園。はい。ということでね。もうこれは本当にあれですよね。うん、歌われのその世界からちょっと飛び出して、ちょっと離れて、はい。はい、番外編といった形で、ね、はい。面白く、やるそうですよ。そうです。私がなんか新任のね、熱血教師になって、はい。学園でね、いろいろと騒動を引き起こすという話らしくて。はい、私たちもまだ紹介知らないんですよね。まだ撮ってないんですけど、はい、これもそのうち出るらしいです。そう、収録してないんですけど、発売はなんか決まってるみたいで、ね、そのうち出るらしいです。出るらしいのでね、なんてアバウトな、ね、はい、楽しみにお待ちください。これは決まってますよ、はい。4月25日、はい、小山剛さんの、うん、シングル CD 新歌われるもののテーマ、やった、こちらは4月25日、うん、はい。これもまさか延期にならないだろうね。ね、なんかトラブルが、ね、トラブルがあって、ね、あ、いろんななんかみんなの、うん、ちょっとセリフがちょっと面白、そうなんだってね、面白いヤバげなセリフとかも盛り込まれてるらしい、ね、うん、もうバックコーラス10人以上なんでしょ、なんかね、無駄に豪華ですよ。無駄じゃなくて、先ほど初めてちょっとね、はい、聞かせていただいたんですが、本当にね、いろんなコーラス以外にね、そうね、いろんな名台詞がね、はい、小細工があったりして散りばめられておりましてね、そうなんです、とてもなんか楽しい。今予約を、うん、あちこちで受付してるんですけど、うんうん、すごい数が大好評、すごい数、大好評、やった、予約をいただいてるらしくて、うん、ちょっとびっくりですね。ほんとね、25日にね、はい、改めて聞いていただくという、ね、はい、こういうね、戦略になっております。戦略、はい、はい、ということでね、たくさんの商品がまだ出ますので、はい、ね、本当に、ね、お願いします。いろいろ大変でしょうが、本当にね、大変でしょうが、はい、お財布のこと、お財布も大変だしね、お財布だって大変だよ、大変だよ、ね、しかもね、来たと思ったらね、来なかったりね、本当にいろいろ大変ですもんね。本当に申し訳ないですよね、いろいろね、はい、すいません、はい、もろもろよろしくお願いします、ね、でももろもろ楽しいものがいろいろ出ますのでね、はい、4月は頑張らなくちゃ、はい、はい、頑張ります、はい、4月も頑張らなくちゃね、うん、うん、はい、頑張ります。はい、はい、以上、はい、お知らせのコーナーでした。歌われるもの DVD ボックス好評発売中。本編 DVD2 枚のほか、特典ディスクは新作ショートアニメや解説ムービーなど盛りだくさんの豪華3枚組、税込み 18,900 円、買わなきゃダメですよ。コスパの新作コスチュームを着てコスパでカツラをオーダーメイド。師匠、それはもしや。さらにおしゃれは足元から、コスパショップのサポートグッズで靴下を揃えれば。やあレイン、こんなとこで何をしてるんだい。愚か者、わしの顔を忘れたか。うわあ師匠。ホームページはコスパ .com。 歌われるものラジオ、さて今週の歌われるものラジオいかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。初めてあのコーナーをやりましたね。そうですね、続編を募集して、はい、ちょっとだけご紹介をしました、うん、なんか面白かったですね。それがねえ、あまりにもね、もう立派なのが来てね、ちょっとびっくりしてしまいましたね。そうね、うん、ねえ、ちょっとあれだけいろいろプロと考えてね、本当に設定を作るにはもう大変だね、お時間とね、ね、頭をフル稼働させないとね。でももしかしたらここからプロになる方とか、アップアップラス入社しちゃう人とかいるかもしれないよ。スカウトされちゃって、ね、そうなんです、ね、本当にそれぐらい素晴らしいものが、はい、そうしたらすごい、そしたら
あの一緒にお仕事しましょうね。そうですね、また使ってください。未来の大先生方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、それではここでコーナーのおさらいです。はい、ふつおたコーナー、皆様からの普通のお便りを募集しております。はい、当家の旅行記、皆様の住んでいるところの珍しい風習や食べ物など私たちに教えてください。はい、教えてください。そして歌われるものの続編を考えよう。皆様の考える歌われるものの続編をどんどん送ってくださいね。はい、その他私たちへの疑問質問なども募集しております。メールは uta@onsen.ag uta@onsen.ag よりお願いいたします。はい、メールのサブジェクトにコーナー名も忘れないようにしてくださいね。はい、はい、あ、僕一つ、あの、一つちょっと宣伝していいですか。はい、あのね、26日に、4月の26日にね、はい、下北沢のタウンホールというところで、はい、あのね、チャーリー・ジェイドという作品をさせていただいたんですが、はい、それの、上映会とか、あと特典映像のなんか上映会があるらしいんですね。はい、それで僕もちょっと最後の方に呼んでいただいて、なんか、うん、ちょっとなんかね、アテレコを、はい、チャーリー・ジェイドとか、あと24回アリー・マイ・ラブかなんかのね、はい、アテレコをちょっとやることになった、うんうん、やることになったんで、ぜひね、あのガラガラだと恥ずかしいので、昔タウンホールのそばに住んでたことがあって本当にしょっちゅう行ってて、そう、はい、この辺超ウロウロしてたんです。本当、いえいえ、 26日の、夕方6時か6時半ぐらいからだと思うんですけど、マジ行きますよ、うん、ぜひね、ついてたらあれなのでぜひ来ていただければと思います。はい、わ、はい、かりました。なんかチャーリー・ジェイドとかなんかフォックスとかね、いいこと聞いちゃったな、あのアルバトロスさんだったかな、そういうので検索していただければ出ると思いますので、その話は弾みだったな、はい、いやいや、まあ、よろしくお願いします。いいこと聞いちゃった。みんな26時あなたが来たらもう下北さんに集合だい、パニックになるからね、もう、はい、大丈夫大丈夫、フォークを持っていくから。いやいやいや、はい、すみません、ちょっと宣伝を最後の最後に、もう本当もう段取り悪くて申し訳ございません。はい、それでは今週はここまでです。お相手は小山力也と柚木伊代香でした。それではまた歌われるものラジオでお会いしましょう。メロメロになります。はい、歌われるものラジオ、この番組は歌われるもの制作委員会コスパの提供でお送りいたしました。からの一言コーナー。ヤフー携帯でアクアプラス携帯公式サイトがスタートしたらしいですよ。